最初はとっつきにくいような、まあ、僕と私の復興計画っていう感じなんで、まあ、子どもたちもこう固く考えがちになってしまうんですよね。まあ、簡単に言ってしまえば夢とか希望を語り合う会って考えてもらえれば一番いいのかな。3月11日に大震災があって、まあ、心に随分傷が残った、まあ、それを和らげるっていう意味合い。一応今年度は5回、これから毎月1回月1回のペースでやって、2月でまず1回目終わり、次の年度にまた5回ぐらい開催して、まあ、今年度はまあ計画づくり、来年度はまあその計画の中で自分たちが実行できるようなものがあればそれを実現していくために活動していく。大体1回目は探検っていう。そうですね、探検と、あと地区の区長さんであったり、あとは赤い地区で農家やっている方で、まあ、この赤い地区の知事協議会の役員さんをしている方とか、そういう方たちの協力を得て今回の企画やっております。そうですね、地元の小学生が12名ぐらい、あと中学生が9名ぐらい参加しています。いや、なんか最初どんな感じなのかなと思ったんですけど、すぐに結構みんな打ち解けやすくて、地図あるんですけど、地図のそこの場所の近くに自分の感想を貼ってっていうのをやっていて、多分後でまとめの発表があるのか。やっぱ子供を集めて考える機会ってすごい大事だなって思いました。今日一番何が楽しかった？今日、うん、一番イグナルファトマトとかの作り方とか、なんだろう、蜂の仕事とかを聞いた時、また来たいと思います。それに対して今日、まあ、子どもたちの顔を見るとだいぶ子どもたちの心の中での震災の影響というのはなくなってきたのかなという。若い世代で地域のことをやるというのはなかなか今ないと思うんです。見てるとこう友達を誘ってきて、まあ、最初メンバーに入ってなかった子が今日来て一緒に行こうという形で参加している子どもが、まあ、そういった形でいけばもう少し輪が広がっていく可能性もあると思うので、それに期待したいと思います。